こと、この無教の支配、無数の魔物を創造するな、造作もない。安心するな、傷を負う前に目が覚めるだろう。誰かが傷つくのを見るのが好きではない。だから、おとなしくしてもらおう。キリがない。音が聞こえる。うまくいったと思うなよ。これは私の夢だぞ。私が隠れようものならたとえ神でも見つけられない。人々が幸福を渇望する限り、彼らはここへ戻り、この楽園を再建するのだ。逃げるな。ノエル、何が起こったの？幻想が突如崩れ、制御できなくなったので。目を覆い、音が聞こえる。
彼はまだアーカー社技術に対する掌握が完全なわけじゃない。そして創造された人までもが魔物となった。たとえ夢だとしても、オイラから見ても怖いって思ったほどだし。でも幸い混乱はすでに収まった。あとはここの人を目覚めさせ現実に戻らせるだけよ。エミル、私のエミル、全てがなくなった。全てが夢に終わった。運命には抗えない。知識には頼れない。この世界はあまりにもひどすぎる。まだ私たちのせいだと思っているの？そんなのはもう重要ではない。無境の運行を維持する知能が全て魔物になった以上、ここはもうじき崩壊し、私の意識も消えるだろう。エミルと一緒に行かせてくれ。たとえ灰になろうとも、私は目を覚ましたくない。ショックを受けすぎて絶望してるみたいだ。エミルが魔物になった瞬間を見た彼にはもう十分と言えるほど精神的な罰を与えられたと思うわ。虚無について深く理解した後はそろそろ存在の意義を振り返る番ね。存在？私は彼らとは違う。とっくに意識しか残っていないんだ。私のアーカー社に対する理解によれば、あなたの意識をここから抽出し知識の容器に入れることは可能よ。教霊院は今もあなたの体を保管しているはずだから、すぐに目を覚ますことができるはず。必要ない。このまま消えさせてくれ。もはや現実に価値なんてない。これは同情なんかじゃないわ。あなたがこのまま消えて法による罰から逃れることは許さないと言っているの。これからの人生はあなた自身がどんな形で存在するかを決めてちょうだい。さて旅人にパイモン、私たちもそろそろ帰るわよ。この件に対して全ての終止符を打つために。何でもないわ。ここの人たちに目を覚ましたらモーメントオブドリームの会場に集合するよう伝えましょう。よかった。あなた、皆さん次々と目を覚まし、どうやらこの件も無事。結構後で大勢の人が来るはずだから、会場の秩序維持をお願いできるかしら。私は彼らと一度今日。あの学者の状況を聞きに行くんだよな。ええ、でも意識が体に戻った後目を覚ますには少し時間が必要なの。後のことはマハマトラに任せるといいわ。同心様、どうなさいましたか？学籍情報を調べたいの。クシャレワー学院の学者で昏睡。かしこまりました。少々お待ちください。お待たせいたしました、宗神様。確かにそのような学者が一人おります。現在に至るまで意識は回復しておらず、今もなおビマリス。え、モセイスって名前じゃなく、正体を隠すためだったのでしょう。ここに保存してある知識をマハマトラに渡してくれるかしら。これをベノニの脳へ導入するよう頼んでちょうだい。かしこまりました。ただ安全性の考慮から理由についてお伺いできますでしょうか？簡単なことよ。
この中にあるのは彼の意識。以前まである無境に囚われていたの。彼は無境の中でスメールの治安に影響が出るようなことをした。彼が目を覚ました後、私から大マハマトラに状況を説明するわ。かしこまりました。すぐに取り掛かります。ありがとうございます、宗神様。ううん、礼はいらないわ。モーメントオブドリームに人が集まっているでしょうし、そろそろ戻りましょう。これで間に合いますね。オイラたちは静かに聞いてればいいんだよな。ナヒーラ、何を言うんだろうな。先ほど目を覚ました人たち、こんにちは。あなたたちの心地よい夢の邪魔をしてしまって本当に申し訳ないと思っているわ。無境の中での対応も少し冷たいものになってしまったかもしれない。本当にごめんなさい。無境にはとても不思議な力がある。強い心を持つ人に対しては心を奮い立たせ、理想に翼を与えることができる。でも同時にその状況を利用して認識を混乱させ是正をひっくり返すこともあるの。不幸にもあなたたちはその獲物に選ばれてしまった。前にも言ったように、私もまだまだ学習途中で、離別の苦しみを共感できると言えるほどではない。でもここに同じような経験をした人が少なくないことは周囲を見ればわかるわ。あなたたちがここに集まり共に未来へ向いていること、誇りに思ってちょうだい。生命という道はとても長く、その終点を見透かすことは難しい。そのせいで私たちは多くの疑問を抱くかもしれない。生きている意味は何？目標は何？どうして苦痛を味わい続けなければならない？確かに足を止め、考えることを放棄し、慣れ親しんだやり方を繰り返すことは最も簡単な選択よ。でももしもそのような考えが頭に浮かんだら、身の回りの人と物事に目を向けてみてほしいの。一日中頑張って働く人がいるのは、家族に温かい晩ご飯を食べさせたいと願っているから。世を渡り歩く人がいるのは、テイワット中が共感できる芸術品を作り出したいと思っているから。世界の秘密を探す人がいるのは、迫り来る名乗しがたい災難を防ぎたいと考えているから。自我は生命の意義の全てではない。一つ一つの行動こそ自我と世界を作り上げるものなの。家族や友人はあなたたちの行ったことを覚えているし、見知らぬ人だってあなたたちの行動から恩恵を受けるかもしれない。だからこそ苦しみに耐えてでも新たな道を切り開こうとする人がたくさんいる。そしてあなたたちが同じ道を歩んだ時、それら究極の質問の答えは少しずつ見えるようになり、それと同時に重要ではなくなるの。だけどもしもあなたたちが生命を虚無だと思ってしまえば、それは本当にだんだんと虚無へ向かってしまう。あなたたちには生き方を選ぶ自由がある。でも私は神として先にあなたたちの目を覚ます必要があるの。それでも現実を捨ててまで美しき夢を抱くかどうかはあなたたち自身が決めることよ。